ブルーノ・ティリーはベルギー出身のラリードライバー。もともとはベルギー国鉄でディーゼル機関車のエンジンを整備するメカニックであったが、ラリーへの情熱は忘れられず、オペルのディーラーチームからアストラで国内選手権を戦い始める。1989年のアクロポリスで世界ラリー選手権にデビュー。1992年はオペルのディーラーチームからコルシカ、サンデモ、 コートジボワールの参戦に出場。コートジボワールでは自身初の任表彰台に入った。1993年に早くも頭角を表し、サンレモでは下位2クラスで勝利を挙げる。この活躍により、地元の有力チームでフォードとの関係が深かった RAS スポールからフォードエスコートで WRC を走るチャンスを得る。 1994年はエスコートでシーズン7戦に参戦し、最終戦のラックではスポットでワークスエスコートを与えられた期待に見事に応え、3位表彰台を勝ち取る。1995年はミキビアシオンと入れ替わる形で、フォードワークスで WRC フル参戦を果たし、第4戦コルシカではリタイアするまでライバルを圧倒する走りを見せ、一躍。 w r c トップドライバーの仲間入りを果たす。フォードエスコート RS コスワースをドライブ1996年はシートが決まらなかったものの中盤のアクロポリスからカルロスサインツを擁するフォードワークスに復帰した。アクロポリスで6位。アルゼンチンではトラブルで交代したサインツに自身の乗るマシンのパーツを譲る出来事にもめげず5位。3でもカタルニアで3位と安定した成績を残し、 チームに貢献した。しかしながら、アルミン・シュバルツが、スポンサーから得た、持参金で、翌年のセカンドシートに座ることが決定したため、この年限りでチームを離脱した。この件でサインツは、なぜ、ブルーノを残留させなかったんだ。と、チームディレクターのマルコム・ウィルソンに噛みついたと言われている。1997年は、セアトイビサカイにキットカーでスペインのみ出場した。 1998年は再びフォードに復帰。だが、フォードは翌年に投入するニューマシン、フォーカス WRC の開発に力を入れており、思った成績を上げることはできず、この年は最終戦グレートブリテンでの3位が最高だった。1999年はスバルに移籍するが、サファリラリーの列期中に骨折、またバーンズ、カンクネンを中心とした運営に、チームが 方針転換したため、シーズン途中で放出される決めに合う。この後、シュコダから最終戦グレートブルテンに、スポット参戦、総合4位に入った。2000年はシートを失い、開幕戦モンテカルロには、プライベーターのトヨタカローラ WRC をドライブし、総合5位に入賞。その後は、ヨーロッパラリー選手権で戦った。2001年は、シュコダで、 再び WRC に復帰するが、やはり開発の進まない、オクタビア WRC に苦戦し、この年限りでまたもチームを去った。その後、数戦の WRC で戦った後は、もっぱらヨーロッパ選手権や国内選手権で戦い続けた。ありがとうございます。